Hi, Kane-san です。みんな元気ですか? How are you? I'm Kane-san, balloon artist and radiological technologist, X-ray photographer. 今日は、僕は仕事はオフなんですけれども、昨日と月曜日に、病院に行ってきました。明日また行くんですけども、ちょっとね、いいことがあって、僕、病院に行く今週4で整形外科と内科の併設病院に行ってるんですけども、もう朝から晩までいるんだけど、夕方までね、必ずその、掃除をするんですよ。周りのね、病院の周りの掃除をします。公園に行ったりとかぐるーっと回って、でそこの近くにね、保育園さんと幼稚園があるんです。でちょうど小学校も小学生も通学している途中にちょうど僕行くんでやってるんですけど、まあ、とにかくそこがね、危ないのよ。通学路が狭くて、で利用できる一方通行じゃなくて、で子供たちが歩く幅の背白線もね、このぐらいしかないのよ。そこをね、車がぶっ飛ばしていくの、たまにいるんだけど。で危ないから掃除をしながら声かけて、おはようっつって気をつけていくんよとか、危なかったらあっちこっち危ないよってやってるんですけど、なんかね、4年生ぐらいの男の子がね、僕がね、掃除してたらね、こう気をつけしてね、ありがとうございますって言ってきた。めちゃめちゃ嬉しくてびっくりして、いや本当ありがたいな。でその後ろにいた女の子も昨日はありがとうございます、おはようございますって言ってくれて、あちょっとずつだけど、まあもちろん挨拶しても返さん子もおるよ。ちゃんと高学年のね、女の子とか返してくれる子もいるし、恥ずかしかったりするじゃん。ね、変なおじさんが吐く息って掃除してるわけだからでだったら横の幼稚園さんの方もおはようございますって言ってくれるようになったりとか、あとね、まあ、YouTube で作ったものとか余ったら持っていくんですよ。横の保育園さんとか幼稚園さんに持って行って、よかったら子どもたちにこう飾ってあげてもらっていいですかとかって言ったらすごい喜んでくれるの。それを最近と結構やってて、もちろん病院の患者さんにもプレゼントするんだけど、とてもね、なんかゆっくりコツコツやってったら嬉しいことあるなと思って、まあその報告ですねはい、今日はすいません、ショート動画にも上げている、あしたリンク貼っときます。このじゃーん、エイリアンを作ってみたいと思います。 UFO& エイリアンで、全部で4つの風船を使います。4バルーン、 UFO& エイリアン、これが UFO の足ね。で、このね、エイリアンの風船ってね、クアラテックスなんですけど、僕あんま使わんかった、昔結構使っとったんだけど、これ7色あるんですよ、ね、結構ね、いいよね、かわいいよね。赤、オレンジ、黄色がないね。ライムグリーン、これがゴールデンロッドで、これなんだろうね、ブルーのちょっと深い色、あとパープルと、あとはピンクかな、ローズかな。これ全部スケールタイプじゃなくて、マットな感じの7色あります。あとライムグリーンね、7色あります。でこれもし、まだお店で売ってないんですけど、欲しい方がいたらダイレクトメッセージください。入金後に発送しますので、ちょっと容量がちっちゃいから、例えば1000円で他のものも入れてほしいなとか、そういうのでもいいので、はい、よろしくお願いします。では行きます。まずこの透明の風船の中にエイリアンの風船を入れるんですけど、この前なんかカメラに近づいてひねったらめっちゃうるさかったね、ごめんなさい、すみません。音うるさいよね、バルーンのね、僕はあんま好きじゃない最初の頃なんかもう鳥肌立ってたまらんかったよ、ほんまにバルーンひねる音。どうにかならんかな、ならんか。本当は編集したらいいんですけどね、こう入れてここで膨らませると割れちゃうので、この幅の狭いところは、だからちょっと中に入れた時につまんで中に引っ張っていってあげます。これが中に入れる時で膨らます時のコツですね。次、外側を膨らませて、これ中の空気を抜いて中を先に膨らませると、ちょっと光沢のある
エリアになるんですけど、今日はそれをしませんので外から膨らませます。外のところにポンプを差し込んで、これでも大きいんじゃないかな、ちょっと空気を入れながらこうね、これを膨らませていきます。そしたらね、これも洋梨みたいになってるから、これあんまし良くないからちょっと空気を抜きます。これでいいかな、このぐらいで、はい、2ついっぺんに結びます。片手結びは再生リストになるのでぜひ覚えてください。だから入るでしょ。次は UFO の風船を膨らませていくんですけど、これはね、ジェマールのシャインっていうやつかな、多分12インチだと思うけど、12だったかな、11? 結構大きく膨らむんですよ。もっともっと、本当はもっともっと膨らむ。だけど、ここまで膨らましたらできないので、空気を抜きます。どんぐらいだろう。結構、今日寒いから、ふやけてるけどね。もう、このぐらいでもいいかな。柔らかくしておいて、で、まあ、先でも、結びます。結んで、これとこれを結んでいきます。まあ、こうやって普通に結んでもいいんですけど、こうやって一緒にね、片手結びをしてもいいです。片手結びをしてもいいです。例えばこう、結構引っ張って余裕を持たせておいて、ちょっと強引だけど、おりゃ、結んでいきます。これでいいかな。で結べましたね。はい、これをこっち側にプッシュして入れていくんですけど、ここに見える？ちょっと濃いところがあるんですよ。あ、ここだよね。ここね。ここが、あれ？違う？あ、ここだよね。ここ。ちょっと濃いところがあります。これがおそらくセンターなんで、あ、見えるね。ここね。あ、ここですね。はい。これを差し込んでいくんですけど、こういう余りを持ってきて取っておいて、これを使って結びます。ここで結べれるようにしとくので、僕のやり方は親指を押し込んで、親指を押し込んで、これをね、この首をね、押し込んでここに持ってくる、はい、持ってきたらここに出てきたでしょ。これをつまむ。この時にしっかりしっかりつまみます。つまんで2、3回回す。1回2回3回。この時にすごい力がいるんで、あの子供は大人の人と一緒にやりましょう。握力、そしたらこれ3回ぐらい結んだらこうなるでしょ。ここで引っ張りながら結びます。はい、そしたらここに結び目ができます。これでいいです。このぐらいの柔らかさでいいかな。はい、いいね。こういう感じです。で、次足を作ります。足は2通りあって、まあ一番ちょっと簡単なやつを先に作りますね。あなたちょっとここにいて。はい、で、どうするかっていうと、これ僕のやり方じゃけ、好きに作っていいよ、みんな。ほんまに。何もせんでも、3つの足を作ってもいいし、3種類あるかな。3つの足を、こう、作るだけでもいいし、ここをちょっと、ピンチツイストを1個入れることで、大体このぐらいかなっていうところを、こうやって、足長くしてもいいしね。長くする。こうやって、あ、だいたいこのぐらいかなって思うところで、もう一回、ここでピンチツイストを作って、はい。で、ここで、長さぐらい、同じぐらい、このぐらい。で、ここでカットします。これまた使うからね。こういう時、ハサミ使うと危ないから、ペーパーカットを使うんですけど、ペーパーカットでもいろんなのがあるんで、こう、とんがってるやつとか結構売ってるの。それは危ないから、僕も前結構使ってたんですよ、そういうのを。だけど今はやめました。こういうのを作っておいて、もう一個これで、残りでこれを作ります。要は、ここだけね。はい、行きましょう。
こういう時はね、一回カットしたバルーンってこのポンプがすごいね、使いやすいんですよ。でも子供さんにはバルーン教室する時にはこの先の尖った結構尖ってるんで、まあいろんな基準があるけど、僕はあんまし子供たちには使わないようにしていますね。怖い、なんかあったら。これ結構痛い。はい、行きましょう。結んで先をちょっとカットします。カットして、このぐらいの長さね、同じぐらいにして、ピンチツイストを作ります。ピンチツイストで、これが大体真ん中がこのぐらいかな。なので、合わせて、あ、これちょっと時長いなと思ったら、そうそう。このぐらいかな。これで、だいたい合うように、このぐらいに、回しながら、回しながら、一緒に、回す。だいたいいいです。これもいらないので、カットします。引っ張って回す。回したら、適当に回してもらって、これをここにつけていくんですけど、まあ、これはもう結んでいるんで、これを使います。これ、こういう時に便利だからね。これをこうやって、できるだけ引っ張る。ギュンと引っ張って、テンションをかけて引っ掛ける。これだけでいいんですよ。もう一つの方も一応やっときますね。こう引っ掛ける。これはもうカットします。こういう時でも風船当たっても割れないでしょ。とんがってると割れるからね。ハサミもやっぱり合わないです。と思う。はい、これで調節します。こうやって、こうやって、これで、立ってくれるはず。カメラを下に向けるね。はい、はい、はい。こんな感じかな。なんかもう固定観念があるよね。エイリアンに対する、 UFO に対する。こういう感じです。で、ここになんか、まあ子供さんが作るとあれだけど、一緒に作ればどうにかなるとは思うんですけど、あとね、模様を描きましょう。模様を。円盤に。で、それが、ちょっと今日は紫とオレンジを使ってみたいと思います。これ昔ダイソーさんのカラーペンってこうだったんですよ。水玉だったの。今はね、柄が真っ白になってるけど、これに描いていきます。まあ妄想の世界だよね。もうなんか、もう可愛いでしょ、なんかエイリアンね。だから、足は普通に、普通に膨らませたものを3本つけてもいいし、ちょっと、端折りますよ、裏面は。で、昨日はね、これ3つ作って、スタッフの方に、おいこちゃんがいる子がいるんで、3歳と5歳かな。おいこちゃんに、ねえねえ、エイリアンの怖くないと思います。大丈夫だと思いますって言って プレゼントしたりとか、あとはお孫さんのいらっしゃる事務所さんにプレゼントしました。思ったら怖くないかな。これね、すごいノリがいいよ。このシルバーの風船もノリがいい。やっぱり、あれだね、ダイソーさんってすごいね。もう本当ありがたいわ、100円で。安すぎるでしょ、普通。100円。あ、紫も乗るね。あ、紫こうやって使ったらいいな。あまり使わないね、紫。紫好きな子多いよね、今ね。すごい。本当に、ランドセルとか見てたら、朝、通学する時の子供たち、紫色のランドセルめちゃめちゃおるもん。本当に。薄紫ね。ミントグリーンも多いです。すごい。
やっぱり、ね、いいよね、なんか、ね、柔らかいじゃん。はい、大体こんな感じに、これ裏面も全部描くんですけど、普通は。僕はもうな、大人になってるし、なんか固定観念があるから、ああいうエリアってこんな感じなんかなと思ったりするけど、多分子供たちが描いたら、とんでもないものを描いてくれると思うのよ。それがね、多分ね、楽しいんだと思う、すごい、めちゃめちゃ。こんな感じになりました。はい。ね、いろいろこう工夫して、この UFO のところになんかどうやって帰ってくれるかなっていうのは楽しみですね。ちょっとあげますね、最後に。じゃあ、そうだ、これ足がこうなんですけど、もう一つ作り方があって、これも改めて、あれ？これゴールド？あ、そうだね。やってもいいけどね。これまだ僕紹介したことがないと思うんですけど、指を入れます。はい。指入れて、で、ここを、こう透けて見えるでしょ、指が。はい。ここを持ちます。首のところ。持って引き抜く。で、回す。回して、この長さはもう、ある程度調節できるので。で、引っ張ってクイクイってやると止まってくれるんですよ。はい。これを足にしてもいいと思います。これは足にしても。なんで、2種類考えてもいいかな？はい。いいかなと思います。それでは、今日は、Alien and UFO のバルーンを作ってみました。また楽しいものを作ってみたいと思いますので、皆さんどうぞ、体、風邪ひかないように気をつけながら、バルーンを楽しんでください。いろんな方からいろんなメッセージをいただいています。北海道の方からも、今朝確認したんかな？ね、なんかこう、バルーンの先生って言われてる保育士さんがいたり、なんですごいこう、応援してくださってるっていうか、バルーンができることで、とてもなんかこう、人生が潤うし、あ、喜んでもらえるもの。本当に20円、10円、20円、30円、40円、そのぐらいのもので、子供たちがわーっとこう、笑顔になったりとか、お年寄りの方が、わあ、ありがとうございますって言ってくれるような瞬間を見ると、本当はそういうのを動画で僕は流したいんですよ。だけど、なかなか今コロナだし、人のね、表情は出してもいいんですけど、それは許可がちゃんといることなんで、その瞬間は、まあ今の段階ではぜひ皆さんに、ご自身でされてやってみてもらえたらなと、とても思っています。そのお役に立てる動画であれば、存在であればなお嬉しいし、僕もそこにまた違う生きがいを感じることができるので、どうぞ皆さん、いろんな場所でいろんな活動をされて、バルーンの素晴らしさを一緒に広げていきたいなと思っています。はい。それでは、今日は、エイリアンを紹介させていただきました。では、また会いましょう。